舞おつ姫は、サンライズが中心となって展開する、テレビアニメ、コミック等からなる、メディアミックス作品である。展開するメディアごとに、設定やストーリーが異なるのが特徴。本作は、舞姫プロジェクトの第2弾として制作された。便宜上は、舞姫の後継作品という位置づけとなるが、国内のアニメでは、採用例が珍しい、スターシステムにより、キャラクターを俳優に見立てて、再利用する形式が用いられているため、第1弾作品である、舞姫とのつながりは、一切なく、正確には、続編とは、扱いが異なる。これを示すものとしては、第2弾の企画が、舞姫劇団、第2回公演と題されていたことが知られている。発表当初のタイトルは、マイメイドだった。本作は、遥か昔人類が、地球から移民した惑星アルを舞台に、母親を探す少女有香夢宮を、主人公として、女性限定の職業、おつ姫を軸に展開されるストーリー。2006年11月に対戦格闘ゲーム、舞おつ姫乙女舞踏師が、秋に、アニメ後日談の OVA、舞おつ姫つばいの制作、発売及び同 OVA のコミカライズが、また漫画版の後日談の続編、舞おつ姫嵐の連載が2007年18号より開始された。2007年2月にアニメより100年前の時代を舞台にした舞おつ姫列伝あやね降臨編が発売され、以後この時代を舞台とした小説及びコミックが発売された。2008年2月より同年11月にかけてアニメ前日談の OVA 舞おつ姫レイ SE4 全3巻がリリースされた。ある夜、ビントブルーム王国の風化宮に賊が侵入。国王と王妃が殺害され、国王に仕えていた元おつ姫も行方不明となる、事件が起こる。それから14年、徒歩で砂漠を越える少女有香夢宮。彼女は、生まれて、すぐに生き別れた母親を探すため、かつて母が、おつ姫であったという情報のみを頼りに、母の持ち物であった。蒼天の聖玉とともに、世界唯一の乙女養成専門学校、ガルデローベを目指し、ビントブルーム王国へやってきたのだった。入国直後、有香は、偶然出会ったガルデローベの余暇生、ニナオンと、即位式を控えたわがままな王女真白、ブランドビントブルームとともに、謎の秘密結社、シュバルツの操る巨大な化け物スレイブに襲われてしまう。鬼気迫る、その時、颯爽と現れ圧倒的な力を持って、事態を収めたマイスター乙女、しずるビオーラに憧れを抱いた有香は、その場で乙女になることを決意、ガルデローベへと、中途入学する。入学後、有香は、学園のハイレベルな指導や、特別入学に対する周囲の嫉妬に、悪戦苦闘しながらも、学費の援助をしてくれる匿名の支援者を得ると、多忙な日々を過ごす。その最中、即位したばかりの真白女王と共に迷い込んだ、ビントブルーム城の地下空間で有香は、古代の超破壊兵器、ハルモニウムを発見する。直後、シュバルツのスレイブに襲われた二人は、やむを得ず、蒼天の聖玉を用いて、主従の契約を交わす。これにより、真白女王のマイスター乙女となった有香は、圧倒的な力でスレイブを撃破する。学園に内緒での主従契約を解除する手がかりを求め、学園内、魔素の霊廟に忍び込んだ有香は、思いもかけず、華麗な乙女の歴史の裏に隠された闇、戦争兵器として、敵味方に分かれて戦わされた乙女の話を知り心乱れる。さらに、ニナの養父セルゲイウォンに惹かれていることに気づき自分の気持ちに戸惑い始める有香だったが、同じく養父に惹かれるニナとの関係は、エルスティン法という仲介役もあり、対立関係から良き友人、ライバルとして、共に切磋琢磨する関係へと昇華していった。一方、真白は、ジパングの若君、時葉匠海藤忠頼と出会い、自身の至らなさを指摘されたことにショックを受け、女王としての責務を一時放棄してしまうが、有香とどちらが早く、立派な乙女、みんなを幸せにする女王になるか、というそれぞれの夢を競争する約束を交わしたことで立ち直る。そんな中、密かに手を組んでいたアルタイ公国、及びシュバルツの策略により、ルーテシアのレムスとロムルス国境付近において、双方のマイスター乙女による戦闘が50年ぶりに引き起こされる。これを皮切りとして、世界情勢は一気に険悪な方向へと進み、ついに風化宮落成式の日、良き王として生まれ変わる決意を決めた真白たちの目の前で、シュバルツの総攻撃が行われる。抵抗するガルデローベの乙女たちだったが、シュバルツの策略によりその力を封じられ、結果、ビントブルーム王国、及びガルデローベは、ハルモニウムともども、アルタイ・シュバルツの手に落ち、さらにシズルは捕虜に、ナツキは、国外逃亡を余儀なくされる。この騒動の中、マシロを連れて逃げていた、アリカだったが、彼女に対しシュバルツの放った刺客はあろうことか、親友のエルスであった。その混乱の中、さらに、アリカを陰ながら支援していたパトロンがセルゲイである、ことを知ったニナは嫉妬と憎しみに苛まれ、アルタイの大公たる、ナギダイアルタイが持つマイスタージェム漆黒の混合石で、契約を交わす。ニナの嫉妬は、アリカに向けられ、自らのスレイブを盾にして、アリカをかばったエルスは、スレイブと共に消滅する。結果的にエルスを殺してしまったニナを、アリカは許せなかった。互いに憎み合い、エルスの示した、引き返せない宿命の中で、怒りに身を任せ激突した。TV シリーズを遡ること約100年。たけしと誇りを尊ぶ東方の大国対ユアン7。武功家の三位葉桜家の綾音葉桜は、8年前、当時ロサージュ連邦よりの亡命者の少年と出会い、将来彼の乙女となって、彼の手助けをすることを約束し、彼から、孤高の紅翡翠を託された。やがて乙女となるためガルデローベに入学した彼女は、約束の少年を探し出し、その約束を果たすことができるのか？ TV シリーズから1年後、アリカは、各国の協力の中、突如落下してきた巨大隕石を破壊し、世界を救った英雄とされていた。しかし、それは惑星ある最大の危機の始まりだった。アリカの母にして、伝説のオツ姫、レナ・セイヤーズの現役時代の物語。ビントブルーム王族の楽園、シフルをめぐって、ビントブルーム王家、ガルデローベ5柱、シュバルツ・アスワドが、それぞれの思惑から衝突し、シフルを奪い合う。自らの強すぎる力に悩むレナは、運命に翻弄されるシフルを救うことができるか。登場人物については、前オツ姫の登場人物を参照。オツタイプハイリー、アドバンスドマテリアライジングエキップメントオツ姫とは、王侯貴族や大統領等特定の人物一人に、つき、職務の相談役や身の回りの世話。護衛に至るまで、様々な局面において、全面的にサポートする、全世界の少女憧れの女性限定エリート職。その育成が行えるのは、世界唯一のオツ姫専門学校、ガルデローベのみであるため、各国は、奨学金をつけると、競って、自国の乙女候補生を学園へ送り込んでいる。ただし、オツ姫は、容姿、作法から、頭脳、武術に至るまで、すべてにおいて完璧を求められるため、卒業後プロであるマイスターの資格を得ることができるものは、ほんの一握り。学園入学とともに体内にナノマシンを埋め込まれるため、常人をはるかに超えた超人的行動が可能で、マイスターともなると、たった一人で一国と戦争できるほどの力を持つ。故に、各国の主要軍事兵力としての一面も持つ。また、乙女が、各国にいるため、下手に他国への侵攻ができないよう抑止力となっており、現代の核による安全保障にも似ているが、通常は貴族同士の決闘に近い形で、全面戦争を防ぎ世界の秩序を保つシステムでもある。なお、ナノマシンとの兼ね合いからオツ姫である間は、異性恋愛を禁止されており、常に恋か夢かの選択を迫られるが、中には、マイスターとしての責務を全うした後、結婚引退する者も存在する。ただし、ガルデローベを中心としてオツ姫に失われた科学力が独占されていることに反感を抱いているものも多い。ビント事変後はガルデローベに秘匿されていた科学技術も各国に段階的に解放され、乙女の役割も大きく変わることとなった。ガルデローベ・ビントブルーム王国内、ビューネ自治区に存在する、オツ姫を養成することができる世界でただ一つの専門学校。余科、本科の2年生学校であり、星組などのクラス分けがある。オツ姫に関する物語は、惑星ある。遥か昔地球から移民してきた人々の住まう惑星。しかし、当時の高い技術は戦争等様々な要因から、櫛の刃が欠けるように失われており、ホログラフやナノマシンのような高い技術の残る地域もあれば、電話のような技術すら失った地域もあると、場所によりその格差は大きい。また残っている高い技術の大部分が、ビントブルーム王国やガルデローベのような一部の国家に独占されており、そのことから、古の技術復興を求める者たちや、技術を独占する国家に対する恨みを持つ者と、行動原理や争いの種にもなっている。西方諸国と東方諸国とでは、古の技術に対する考え方など、認識を異とする部分がある。西方諸国の一部については、100年前には、ロサージュ連邦という連邦国家を形成していた。コーラル乙女のエレメントは、全員共通で伸縮自在のロッド。本校では、漫画版とアニメ版における、設定の相違を箇条書きの形で述べていく。なお、各項目ごとに振ってある番号は、同一項目内の同じ番号と対になっているので参考にしてもらいたい。地上波放送及び ATX での第25話と第26話は1時間スペシャルとして2話連続放送された。DVD 映像特典 DVD 各巻収録の映像特典短編アニメ。全員9話。乙女の祈り2010年3月26日発売のブルーレイディスク版マイオツ姫コンプリートに映像特典として収録の約5分の完全新作ピクチャードラマ。アリカ入学約2週間後にある迷い猫を拾う出来事。TV シリーズから1年後のストーリーが描かれている。全4巻。後に全4話を再編集し、最後に4分間の追加カットを収録した DVD 舞をつひ滅売総集編、夢の続きが発売されている。スタッフ主題価格管リスト TV シリーズより、過去の時代のストーリーが描かれる。スタッフ主題価格管リスト別校の漫画版以外にも、電撃ジーズマガジンにおいて、立花セブン著、舞をつひめ烈電流と乙女の涙が掲載された。2005年11月8日、発売、ISBN4 から25から321,051から、2006年1月10日発売、ISBN4 から25から321,052、X2006 年4月7日、発売、ISBN4 から25から321,053から、2006年6月8日、発売、ISBN4 から25から321,054から、2006年8月8日、発売。ISBN4 から25から321,055から4枚四つ姫乙女舞踏史。2006年11月9日に、プレイステーションに用ソフトとして、サンライズインタラクティブから発売された。舞四つ姫ツ2に関するカテゴリー、舞四つ姫0Sイファーに関するカテゴリー、舞四つ姫乙女舞踏史に関するカテゴリー。ありがとうございます。